ハロ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 、こんにちは、こんばんは、お久しぶりです、財津圭司です、よろしくお願いします。いや今日はですね、久しぶりにこうね、財津の対談を皆さんにお届けしたいなということで、スタジオからお送りしております。よろしくお願いします。久しぶりの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、改めまして、ビジネスコンディショナーの財津圭司です、よろしくお願いします。初めての方もね、ぜひ、楽しんでいってもらいたいと思います。今日はですね、この方を交えて対談をしていきたいなと思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。どっちで、こっちでいいの？あ、こっち、どっち、こっちで、こっちで、こっちで、ちっちゃい方でいい、はい、ちっちゃい方で、大きか、同じか、同じです、はい。どうも、こっちの方がどっち、そっちでいいの？はい、どうも、LA プランナーの、田崎サンタナです、よろしくお願いします。サンタナさんはもうずっと LA ですもんね。うん、日本に帰ってきたのどれぐらいぶりですか？どれぐらいぶり、あでも7年ぶりとかかな。確か前帰ってきたのが7年前だなって感じだから。あ、そうなんですね。だから多分7年ぶりだと思う。ずっとやっぱ LA、 うん、仕事もあるしあっちで、うん、7年前はそれなんで帰ってきたんですか？7年前は7年前は、はい、分かんない方もいるんですけど、僕はLA のものをとにかくこっちにっていう、ああそれから始めてる LA プランナーなん で、 ああでそれで7年前は、うん、LA の、うん、なんか空気を詰めた缶詰を売らなきゃいけないちょっとあってため頼まれちゃったよ。ありますね。とにかくその、うん、空気を売らなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、結構な橋渡しですもんね。やってるかな。基本橋渡してる。うん、橋渡してるかな。だから、うん、そう。もうあれって決まってんのかな、もう。いや、あれですか。次のオリンピックってもう言っていいんだっけ？あ、多分もう大丈夫だと思う。そうですね。そう。はい。そう。LA ですもんね。次のオリンピックが。頑張りましたよ。あ。サンタナさんが結構引っ張った感じですか？うん、まあいろいろ、そう結構橋渡した感じですね。橋渡したね。だから、うん、閉会式もほぼほぼ、あれ、パリの閉会式、そうそうそう、あれも結構サンタナさんが橋かけてる感じですか？そうだ、あれ覚えてもらうの、レッチリが、うん、はい、ビーチで、ビーチで、はいはい、あれの、うん、実は、はい、本当一部の人知らないんだけど、ビーチの砂は、うん、全部パリの砂を持ってったの。え？わざわざ？そう。絶対そう。絶対俺がそっちの方がいいっつって。絶対それはそっちの方が絶対盛り上がるってなって。はい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 、はい、それでも絶対それは、うん、もう絶対絶対持ってかせてくれって、うんうん、絶対持ってった方がいいって言ってやったの、うん、パリの、パリにでもあんだけよく砂ありましたね。そうそう、だから結構大変だった、それは、うん、集めて色塗って、色塗って、そう、パリの砂ってあんな綺麗なそういう色じゃない、うん、明るい色じゃないから、ああそれわざわざ一個一個塗って、塗って、そう、そう、それもう絶対そっちの方がいいって言って、ああ俺はもう本当にもうそれは言ったの、もうそれだけはもう、はい、これは砂を持っていかないんだったらもうこれはもうやる意味がないっつってそれでやったの絶対そっちの方がいいっつって。なるほど、うん、まあちょっと、まあ、サンタナさんにはちょっとあれかもしれないですけど、今ちょっと日本で、うん、自民党総裁選挙、うん、これがちょっと熱いんですけれども、うんうん、まあこれ、まあ、実際ね次期日本の総理、うん、首相が決まる、うん、ということなんですけれども、うん、注目している人とかいたりするんですか、サンタナさんは。これね、うん、今まだあれか、まだこの今撮ってる時期はまだあれなんだよね、で出すのあれがまだ締め切ってないんだよね、はい、その誰が出るかとか。そう、そうだよね、はい、言っていいのかな、有力な情報が、うん、四谷さん、四谷さんですか、うん、え
四谷浩二。そう。四谷シンジじゃなくて浩二の方。浩二の方。で、うん、あんまりこれ言うとなんだ、うん、お前結局それかってなっちゃうんだけど、うちの父親とあの四谷さんの、うん、まあ、お父さんも議員だったじゃん。うんうん、四谷太郎さん、うんうん、それとうちの父親が、うんうん、あの父親のあのモンタナがね、じゃあ結構そのつながってて、でもう結構やっぱ日本に来ると、うんうん、俺はもう本当ただの、うん、ただのおっちゃんだと思って、うんうん、なんかそのサンタ日本に来たんだったら飯食わしてやるから来いよとか言って、うん、で連れてつかさその四谷さんのお父さん、そう四谷太郎議員が、うん、飯連れてってくれたりして、うん、このおじさんなんかお金持ってんなと思ってたら、そういうのがあって、なるほど、でいろいろ話聞いてたから、うん、その息子さんってなったからやっぱり、うんうん、信頼はできるなと思って、ちょっとそういうのがあって四谷さんかなって思ってる今俺は個人的には。でも絶対俺も絶対そんなのも出ない方がいいって言ったの。出たらもう出ることになるじゃん、うんうん、そうですね、でやんなきゃいけないから、うん、そうなっちゃうと、うん、本当に大変だから、うん、俺もう絶対もやめた方がいいって言ったの、うん、それは LA のレバレッジカンパニーにも結局フィックスしてくるわけですか、それ。うん、それはだから、うん、レバレッジもそうなんだけど、うん、ね、レバレッジとビバレッジだったらどっちだったの。絶対ビバレッジ、それは。あ、そうなんだ、うん、でビバレッジで、うん、それでもっとそこでもっと学びたいってなったら、うん、もうカレッジになるわけ、うん、ああなるほど、そう、で俺はそこまでいけなかったから、そこのコンプレックスもあるし、うん、バイブレーションもあるわけ、うん、だからそこをね、だから今のその自民、うん、次期の自民党総裁になる人にはそれはもう、うん、でもキャプレーションしてもらいたいなっていうのは、ね、LA に住んでる人はね、うん、一言ではないんだよね、だから、うんうん、あ、でもその、うん、LA の総裁はもう決まってるかな、あれ。あ、うん、LA の総裁はもう今も、うん、もう決まってる、うんうん、ロバートに決まってるって、ロバートってなってんだけど、うん、でもしかしたらインパルスになるかもしれない。え、俺結構聞いたのはなんかドランクドラゴンみたいな話は聞いたんですけど、なんかそこと競ってるっていう、ドラドラね、うん、ドラドラと競ってるっていう、うん、でもそれもあるかもしれないけど、うん、でもここに来てグッと来てるのが金婚なのよね。なんかそことつながってんのがこっち、なんかそっちはそれで、ね、日本が北洋だって。ああそうね、そう、そこでなんかその繋がってるっていう、それはね、うん、うん、それはこっちにもなんか裏でしっかり繋がってるって聞いたの。それはね結構その、うん、こっちも来てるその情報は、うんうん、でも多分、うん、今のところ LA はインパルスじゃないかなっていう、うんうん、ああそうですか。そう、でもなんかなんかそのインパルスのなんか、うん、一人がなんか結構やってるっていう、うん、なんか情報を聞いてるんですけど、なんか、うん、そう、なんかね、うん、うん、なんかあっちではいろんな異名があるんだけど、うん、なんかカークラッシャーとか、うん、そういうのがあるんだけど、うん、でももう一人の方がすごく優秀なわけ、うん、もうそいつで持ってるようなもんなんだけど、あ、俺か、なんか、うん、そう、いろんな異名、俺は聞いたのはカークラッシャーって言うんですか、俺あのセンターラインストッパーって聞いたんですそれで結構言わしてるって聞いたんですけど、今まあそれもね、うん、あとミルクドラッグとかも言われてるよねあ、そうなんですね、あーあーそっか、なるほど、うん、俺が聞いたのはあのサウナスリーパーっていうのをなんか聞いてますけどね、うん、そこら辺は橋渡りはしてない、うん、ちょっとね、うん、もう一人の方 方はすごく、うんうんうん、コミュニケーション取るんだけど、そう、ね、結構ガンマニアのとこあるんですよ、そうだね、うん、やっぱり
もう一人は本当にすごくいいんだけどね、うん、ちょっとそこでちょっとどうなのか、その LA の総裁選、うん、代表どうなのかなっていうので、なるほど、うん、これは楽しみですね、これ LA も日本も、うん、まあそう本当に楽しみ、はい、頑張ってほしいです、はいはいはい、でも絶対ってことですもんね、やっぱりこれはでもマジで本当に言わせてもらえない、今後は本当に絶対、うん、これね、絶対にだから皆さん絶対な、絶対なんですよこれ、うん、はい、うん、はい、ということで、なんか今度本出される、はい、はい、モンタナの絶対宣言という本を出します、はい、まあ、これはお子さんが見やすいようにあの、はい、全部あの、まあ、分かりやすく言うとあの、うん、ウォーリーを探せみたいな、はいはい、そういう、はい、うん、サンタナ、うん、サンタナ、あ、名前はね、はい、で父親の、あ、父親の本の、そう、父親を探すって、だからその父親のモンタナの、そう、探すっていう、あ、そう、珍しいですね、うん、だから、ね、そう、去年だから亡くなっちゃって、なんかその追悼なんかできないかなって時に、あ、そっか、すっごい好きだったな、ああいう、うん、ウォーリーを探せみたいなのが父親はなんか、あ、もう子供が見る、そう、その、ダディそれも子供が見るやつだよって言っても、うん、いや違うっつ、これにはいろんなものが詰まってるっつって、うん、ビジネスの哲学がなんか全部入ってるっていうんで、ちょっとそういうのも兼ねて、うん、あとなんかフェスもやられるんですよね、LA で。うん、そう。誰出るんですよ、ドクター・ドレ。ドクター・ドレとエミネムも来てくるし。エミネムすごい。あとはこれ、そこでだっけ、そこで言っていいのかな、なんか、うん、うん、言っちゃう、もうここまで来たら言っちゃう、ね、あ、まあまあまあ、そこで、まあ、日本、僕はあんまりちょっと、うん、ずっと LA 行ってたかわからないけど、うん、日本ですごく有名 な, なんかアイドルグループの、うん、が復活みたいな。え、いいんじゃない、言っちゃうよ、もう、もう怒られるの俺だからいいよね、うん、ね、いやもうそれ全然、まあ、お任せしますけど、はい、吉本坂っていうのがなんか復活するって言ってて、本当ですか、なんかそうらしい、なんか俺わかんない、でも本当すごい有名だって聞いて、俺本当知らない、そういうの疎いから、ああ、いや、まあなんかそのだいぶその有名っていうほどあれではないような気がする、そうなの、そうなんですよ、ね、いやびっくりですよ、いや絶対にって聞いたけど、うん、絶対です、あ、そうなんだ、もうじゃあそこまで言うんだったらいいよって、あ、そうなんだ、そうそう、まあまあなんか解散とは聞いてないですよ、なんかずっと永眠してもう永眠してるって、永眠なの、冬眠って聞いたけど、冬眠、冬眠中だから、冬眠中か、 LA であったかいところで蘇らせてほしいって、あ、なるほどね、いやこれ楽しみですね、そう、楽しみ、これフェスの名前なんでしたっけ、サンタナ、in LA、ニックっていう、うん、じゃあ皆さんニック、うん、ぜひ行ってみてください、ありがとうございました。最高ですけど、よいしょ、いやー、よっしゃ、うわ、うわ、気持ちよすぎる、電源の控え室